こんにちは、黒橋ゆこです。今日は正三角形ですね、それを使って、作った作品尾行についてお話しします。2003年の作品ですね。尾行、かすかな光って書いた題名にしました。このパターンを描いた時に、これは正三角形が元になっています。正三角形の一辺のを持った六角形を描き出して、そこで台形を作っていってっていう風に、ここで一つ台形が生まれますね。ここを切るとこれは三角一緒、ここで台形が生まれます。ここでこう切るとここでも台形が生まれます。だからこうして見ると正三角形の 1,2,3,4 つを持った三角形が見えますし、正三角形の一辺が3つ横に並ぶと、辺がこの辺を持った平行四辺形が見えます。つないで一本に見せることはなく、常にジグザグジグザグさせて図形を、こういう図形を作っていってます。でその図形が、色を塗ってみますと、一番大変だったのは調子に乗って、あ、これかわいい三角形だからこっち無地にしたら島でこう行ってっていう風に、どんどこどんどこ縫っていっちゃったら、メリハリがありすぎて、キラ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 するんですけども、自分の思い描いてるものとは違うなっていう風に思って、色をどん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 明度を暗くしていって、あんまりこう三角が目立たない、キラキラしないでほしいっていうことでやっていきますと、今度はここに大きい三角が出てくるときに、これを全部がハスに見えてほしいのに、どこかを一辺とすると、例えばこれが横に横に、私は使っていますが、これをここを立てちゃったら、縦にこうこう、この2本はハスに斜めになってくれるんだけど、こっちだけが縦になるっていうと、柱がいっぱい立った、こう裸の木がいっぱい立ってる闇夜の森みたいな風になっちゃうんですね。でだからあんまり明度をつけちゃいけないんだなっていうことで、すごく色に色の暗さに規制されながら苦しんで作った実は作品なんですね。この作品を発表する時に、一番最初に発表したのがフランスの、ヨーロッパで見せたのがフランスのどこですか、北の方であった作品展会場で、キャロルさんに連れられて行ったところなんですけども、そこでこれを飾った時に、通訳の日本のからついていってくれた女性が、先生がすごく喜びそうなことを言ってる青年がいるよって、今取材に来てるんだけどって、来てって言われて、すっ飛んで行ったんですね。その会場に彼女が訳してくれて、いうことには、僕にとってキルトっていうのはお昼寝布団だった、それがいつの間にこういうことになってるんだって言って、興奮してるのよって言ってくれたんですね。でもすっごい20代の男性だった、30でもヨーロッパの人の年ってわからないですね。でも30は過ぎてたのかな。でもキルトを見に来る外国の人が見に来ても、意外にゆったりとしたご夫婦でいらっしゃる時には結構年配の人たちも多いので、で大体みんなカップルの人はちゃんとカップルで見に来てます。日本と違うよなって、羨ましいねっていうふうなことを言い合ってた時だったので、よく覚えてるんですけども、数少ない、若者の発言ですごく嬉しく思ったのを覚えてます。それからまたずっと日本に帰ってからは、これ本に一度載せたのが、いろんなドイツ語になり、フランス語と英語になりっていうことで、結構その中でも
地味な方ですね。あんまり話題には宇宙なんかのような話題にはならない、作品ですけども、苦しんだ分だけ喜びも大きかったので、私にとっては記念碑になるような作品だと実は思ってます、ね、ここで使用している布は縞ですね。縞、無地、かすり、3つの方法で染められた綺麗です。縞っていうのは、糸で、縞とかすりは糸で染めといて、そして折って柄を出すっていう方法で、裏も表も同じ柄をしてます。ですから着物で着たとしたら裏返すことができる。で、普通洋服の場合に裏返して、二度目は今まで裏側で着てたものを表に縫い直すってことはまず洋服の場合ありませんけども、着物の場合には直線立ちが多いのと、それから折り柄っていうのは折って柄が出てるのは裏返しが効くっていうことで、とても重宝する、うん、汚れも裏の方がちょっと少ないっていうことですね。その時には私よく言うんだけど、折り柄の場合には折り柄の中に染め柄が入るとなんかそぐわないっていうんですか、よほどの年月を経て枯れ尽くした綺麗とだったら合うかもしれないけどっていうことがありますので、そういうふうなことは折り柄かプリントした柄かっていうので、その綺麗同士が配色の彩りとしたら合うはずなんだけど合わないっていう時には、それをそうなってないか見て相性のいいもの同士を合わせるようにしてください。小さなものをいっぱいつないで作って、で作る時は大変だったけども、何を入れても文句を言わない、隣同士でいがみ合わないっていうんですか、スッと仲良くしてくれるねって、どんな色が入ってもっていうような形を選ばないと、すごく縫う時にいやこうじゃないんじゃないのって、もうちょっと沈めてほしいっていうようなことをつぶやけながらこう跳ねなきゃいけない、切ったもののこれあんた入ってくれないよっていうような色を切った時の辛さっていうのは、なんとも縫った人にしかわからない苦しみなんですけども、だからそういうパターンを選ばないっていうことで、一つ大きな学びを得た作品です。